皆さんも昨日、JASRAC、えー、がその裁判で著作権の問題が、まあ、ほ,、まあ、ほぼまあ白黒はっきりついた形なのかなってあの、さっきニュース見て思いました。要は音楽教室の先生がその、普通のね、一般的な J-POP とかを使った場合に、まあ、著作権が発生するのかしないのか、で生徒もそれ使うじゃないですか、J-POP とか、それが著作権が発生するのかっていうところで、まあ、今の,その決心では、その 先生の方はあのー、仕事としてやってるからその j p o p など著作権のついている音楽をその使って、まあ、仕事するわけじゃないですかそしたら発声するんだってでも生徒の方がそれを演奏しても、あのー、大丈夫、あのー、生徒の方は問題ないってことに定まったのかなでそれ見て思ったのがさこれってすごいなんか話だなまあ 要はさ著作権の,そのジャスラックの方があの要は CD が売れないし、まあ、カラオケも多分ねコロナで行く人も減っていてまあ、そ,れそれこそ河本誠じゃないけどさサブスクになったら全然そのお金が儲かんないって言ってるわけじゃないですか。ってことはまあジャスラックとか著作権の、ね、会社も比例してそうだと思うんだよね。ってなるとさ 音楽教室からそのお金取っっっててやになったんでしょだって今までは音楽教室ずっとさそのやり方でやってきてさいきなり言われた形なわけじゃないですか今までできてたことが、ね、著作権払ってくださいよって話になって何何って感じじゃないですか。ってなるともう例えば学校とかでそのあのあ合唱コンクールでさあの例えば井上陽水のその、まあ、少年時代とか。あの コメコメクラブのロマン飛行とか合唱コンクールで歌うとか、運動会で例えば踊るポンポコリンを流すとか、まあ当たり前のようになったことが、もうやめた方がいいよねっていう、まあそれをやることによってさ、商売にはなってないからさ、まあ大丈夫かもしんないけど、でももしかしたらとか、そこを突っ込まれたらなんかリスクだからって考えて、もう一切やめるかもしんないよねってなるし、 すごいよね。その音楽教室の先生がもう一般のね、その音楽を使っちゃいけないってね、使うのであればお金を払わなきゃいけないってね。もうそれこそ音楽教室もあの YouTube 動画を作ってるような規制で音楽教室をあの営んでないといけない感じになってますよね。<laughs> YouTuber っていうのはこの音楽がちょっと入っちゃったりとかしたらなんか AI があの察知して なんかペナルティとかなんか収益ができなかったら音楽教室もそんなことをしたら別に AI とかあのインターネットにアップロードするわけじゃないけど、まあ、そんなようなあの気構えでやんなきゃいけないよねって感じででもまあ小さいところとかあとまあ音楽教室の教室を持たないところもあるんだよね普通の,あのギターの先生とかがあの 要はデリヘルみたいな感じでさ事務所とかその教室とかなしでただこうやってマッチングだけさせて、まあ、どこどこのスタジオでじゃあ1時間の枠で取ってやりましょうかみたいなそフリーに近いその先生とかもいて多分そういうところとかはもうねあの内緒でやっちゃうと思うんだよねただちゃんとあの、特にあれだよね学校法人のところただ高田馬場にある ESP とかああいうところはもう。 そういういいお達しがれてもも絶対もう使えなくななくるわけじゃないですかでまだ学校法人じゃないその教室とかまだじゃあグレーでまあんとかまあそれやっちゃってるよねみたいなでもまあ今インターネットからからね生徒とかがそのね教室をさあのよく思わなかったら暴露とかして、まあ、大変になるからまあグレーにはしないかやんないかってことでどん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 ,そん厳しくなってねだから要はあのボイストレーニングであの よっぽろのさあの、大きなところの音楽教室じゃなければ、あの著作権を払っているようなところじゃなければ、あの <laughs> 一般の歌で練習できないんだよね、ボイストレーニング受ける側がとか、それありえないよね、じゃあ何で練習するのって話で、なんか著作権のなんかかかってないのを探してやったりとかするんでしょう。で著作権に関してはね、俺、緩くなれば緩くなるほど俺はいいと思うんだよね、そっちのが楽しめるじゃんと思うし、 なんか著作権を厳しくすることによってなんかガンじがらめになって楽しくないし自由じゃないじゃんって音楽っていうのは俺なんか自由であるべきもんだと思うんですよそれを規制規制ってなったらねなんか芸術じゃなくなっていくだからもっとなんかねみんなの共有物みたいなお金とかビジネスはもっと後ろからついてくればいいぐらいであってほしいんだけどでも全くそうじゃないよねこの話聞いてるとって思いましたね それこそさ、あの、町内会でさ、月が出た出たとかさ、そういう歌う歌ったらさ、それ著作権でこうダメじゃないですかとか、会長何やってんですかとか、だってますますこれ、足の引っ張り合いになるだろうしね、盆踊りとかもね、そうじゃんね、あの、小学校とかでやってんじゃんね、これ著,著作権大丈夫なんですかとか、マジでこれ、クソつまんねえ世の中になるから、著作権に関してはね、もっと緩くていいと思うけどね、だから、 ディズニーランドみたいなさ、あの、感じになっちゃってるよね。その <laughs> あのでも評判悪いよね、その著作権のさ、あの、まあ、ジャスラックか分かんないけどさ、その管理してる会社がすごいさ、ガーシーとか松野社長がいるんだけど、すごいもう芸能界を牛耳っていて、まあ、すごい権力者で、裏ではこれこれこういうことをしているみたいなね、怖いよね。 まあ、とにかく、まあ、結論を言いますと、あのー、こういうね、著作権が厳しくなってエンターテインメントとか音楽とか、まあ、僕たちの,そのな喜びなんか笑顔とかが減っていくようになるっていうのは非常に悲しいことだなと思います。まあ、今回のこの、ね、裁判の結果がそれに直結するかってまだ分かんないけどでもそうなりそうだよねって、まあ、俺は危惧してますねだからってね、まあ、僕一人の力じゃどうしようもないですけどっていう、まあ、お話でしたどうもありがとうございました。